開演しましょうか。はい。
間、時給行ってきたんですよ。おいいね。絶叫してきました。いいね。はい、え、何乗ったんですか。え、富士急。あ、普通に。あ、普通にあのマシン、絶叫の。あ、絶叫してきました。ええやないか、ええやないか。ああ、はい。いいな、行きたいな、ね、よかったですよ、結構。絶叫、結構。いや別に。何かあった？あの、私も行ってきていいですか？あ、どうぞ。ありがとうございます。これ見ました？見ました？え、いつ見ました？いつ見ましたんですか？昨日の金曜日の会議。え、どんな感じでした？なんか、あの、落語の落語をなんか、あ、結構落語ですね。はい。あ、でもなんか落語なんですけど、落語とは違うんですよ。でも落語なんです。
ですか。いや、あんま落語っぽくないっていうか、なんかあ、これ楽しいですか。あ、ここはなんかもう落語じゃないんですけど。え、落語なんですか。演劇じゃないですか。演劇、バラバラ演劇です。え、落語。いや、だから演劇だったら落語じゃないんじゃないですか。すいません、すいません、はい、少しその、はい、その声のボリュームが、あ、ちょっとうるさかったですよね。すいません、今中華料理屋並みなんで、あのせめてフレンチみたいな感じで。フレンチ？中華？すいません。あれじゃないですか。何？あの料理。うん。料理。だから調理。何ですか？中華、バカンバカンやるから。ガンガンガンジャーって。フレンチは、フレンチだからホワってソワーって。え、何バカンバカンジャッジャッ、うるさい。あー、ちょっとソワーってあー、はい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 、はい、なるほどね。うん、ってことで合ってます。合ってます、合ってます、合ってます。あーすいません。安倍さん死んだの？安倍博士？安倍博士？そうかな、暗殺？安倍静江じゃない？安倍静江、結構年も暗殺されるぐらいだから、相当悪いことした人ってことですよね。安倍静江？安倍
昭恵昭恵夫人だ。阿部昭恵、阿部、え、三名人じゃない？心臓くん、そうそう、え、心臓くん死んだの？友達じゃないですけど、友達いなさそうですよね、あの人。あの、ちょっとトイレ行きたいんで、もし、まあ、ないと思うんですけど、もしお客様いらっしゃったら、少しお待ちいただくように伝えていただいてもいいですか？あの、ショーなんで、すぐ戻りますんで、ショーなんで。すいません、ショーなんで。ショーなんで。ですよね、絶対。あれ？いや、そんな、世の川さん。ああ。だって小さい方だったら別にわざわざ言わないじゃないですか。わざわざ言ったってことは何かやましい気持ちがあるんですよ。やましい証拠なんですよ。大？大じゃない宣言。
ってますね。ふざけてるよね。いや好き嫌い分かれると思うよ、ここ。あー、私は結構全く聞いとかない。え？なんかさ、下手なんだよね。誰？いや誰っていうか、講師？やでし。ああ、それ私言っちゃうとさ、角立つからあんま言えないんだけど。そうですよね。男の子。他のシーン普通に面白いと思うんだけど、このシーンだけ通して見てもなんか枝にしか見えない。でもそれはそういうシーンなんじゃないですか。え、そのわざとやってるっていう。ああ、下手っぽく。まあそういう演出なのかもしんないけど、私好きでしたよ。あ、そう。はい。いや、なんか格子、すごい格子よかったですよ。まあそれぞれだよね。ここから出していいですか？いや、その下に携帯に入れようになるから。
これで、はい、あ、じゃあ杉澤さん、はい、お願いしてもいいですか。え、いや、でも、え、いや、いや、あの、あ、今のこのセリフって役者さんどういう表情なんですかね。あ、今のこれ今暗転したってことですか。暗くなったのかな、今真っ暗に。私暗転とか好きなんですよね。暗転見るの好きなんですよね。あの杉さん、暗転、どんな暗転なんだろう。私行きますよ。杉沢さん、お願いしてもいいですか。はい、これで。ああ、あの、何弁当ですか。私迷っちゃうんですけど、酒弁当ですか。何でも。え、何でもって、それカレーでもいいってことですか。いいですよ、カレーでも。カレー大丈夫ですか。臭くならないですか。もういいです、じゃあ食べたいの買ってきてもらっていいです。それ私が食べるってことですか。はい、いいですよ、何でも、マックでもおにぎりでも。わかりました。よく喋りますね。すいません、これお釣りどうしたらいいですか。すごい小銭いっぱいになっちゃいますけど。いいですよ、小銭いっぱいで。え、でもそれいくらでもいいってことですか。いいですよ、いくらでもお好きなもの。あ、全部使っていいってことですか。もういいですよ、好きなもの食べてきてください。外で食べてきていいってことですか。ラーメン食べて、いいです、どうぞ。わかりました。すいません、これ1000円ちょっとだと消費が足りないんですけど。収まるように食べて。了解です。
え、すごい。はい、誰に？いや、
誰にってのはあんまないんですけど、全体に、全体世界に信頼されたいって思ってるうちは信頼してもらえないからね。どういうこと？そのまま？いや、こっちが信頼してても離れていく人はいるし、まあ、向こうが信頼しようとしてくれててもこっちが信頼できないなってことだってあるし。なんかそんなのばっかりですよね。こればっかりさ、どうも、ね、その仕組みで金額合わないっておかしくありません？ああ、ね、みんな払ってくれてるはずですもんね。事前に割引とかの間違いかな。紫っかり使っていいっていうから、紫っかり食べてきました。ごめんなさい。
度問い合わせだな。ああ、やります。お願いしていい？はい。お弁当食ってない？もうどうした？いや、彼氏ですか？は、別れ話ですよね。なんで？なんで？なんで？だってだって普通にお客さんでした。え、なんで？は？なんか決済したんだけど、チケット届いてないんだよって。嘘。はい。あ、まあ受付終わったからな。明日見に行くんですけどって、若干ギリギリだったんですけど、でもメール送ってますもんね。受付で名前言ってくださいって。送った送った、確認してみるけど。なんか今から取りに行くから、劇場に取りに行くからって。え？で、今来られてマネですんでって、明日お越しくださいって。え、大丈夫か？はい、まあなんとか。明日いらっしゃるんで。名前は？ミノベ様。オッケー、サンキュー。いえ。何？信頼失ったらさ、次終われないだけだからさ。ああ。しかもそれ、信頼失ったからとかだけじゃなかったりするし。まあ、でも何も言われないですよね。そうね、ただ言われて。いらっしゃいませ。仕事だからね、結局なんかスケジュール合わなくなってきちゃって、手伝えなくなっちゃって呼ばれなくなったりとかは。そういうことじゃないでしょうよ。え？あ、ごめん。距離感ですよね。あんまり近づきすぎると、もしかすると傷つくし、だからある程度いい距離感は絶対保って。踏み込みすぎるとね、怖いですよね。踏み込まないといけないことあるよ。そうなんですよね。で、信頼されたいんだ。はい。世界に。全体に。塩梅だね。そこまで信じられる人に会ってみたいですけどね。まあ、だから私はまあ恵まれてる方だと思うわ。あ、そういう感じ。うん。っていうか逆にさ、まあ、その距離感って、まあ、最初のインスピレーションとかもあるけどさ、まあ、最初はちょっと違うなって感じてた人の方が、深入りした結果、強固なものになったりしない関係が。最初からいい感じだと、後からあれあれってなって、だんだん崩れていったりしますよね。あるある。そうそうそう。
その日に付き合った人と3日で別れましたからね。それ付き合ったらちょっと早くね。付き合いました。いや、セックスしただけでしょ。3日だけ。3日で飽きたんだ。はい。怖いなぁ。クジさんのことそういう目で見てないんで安心してください。別に心配しないどっちがいいんでしょうね。どっちだろうね。なんかそういうこと考えながらっていうか、それ裏表あるってことですもんね。なんか言えないこと抱えて喋ってるうちはどうにもなんない気しますよね。内心とか本音と建前とか私で話したいよね。全部っちゃけ、全部っちゃけ無理だな私、あ、そろそろじゃない。あ、そうですよね。片付けましょう。物販出します。はい。あ、ゆうかさん、はい、手荷物準備。あ、はい。あ、弁当。あ、じゃんけん今日どっち勝った？ごめん、聞いてなかった。てか、三谷幸喜来なかったね。来なかったね。三谷幸喜ってさ、存在するの？え、するする。あ、するんだ。するする。え、私もぶっちゃけていいですか？え、あの、何？見せてもらえないんですか？え、これあれ、杉沢さんって今日あれだっけ？はい。うん、あ、ごめんなさい。え、見る？今から見る？え、もう終わるじゃないですか。くわ、もう私今日しか来られないんですけど。あ、すいません。あの、次の公演ね。次の公演でいつですか？2月、来年。ここ、ここでまた。すごい先じゃないですか。あ、すいません。あ、ご招待しますんで。チケットも買ったのに。は？はい。え、あんたチケット買ってんの？はい、調べます。チケットも買って受付もお手伝いしてるのに見られないことってあるんですね。いやいやいや、待って、どういう。あ、ないです。え、でも事前決済で。え、名前ないですよ。母が。お母さん？はい、母が買ってくれていて。え、いいプラスなんで。は、自分初犯の事情でクレジットカード作れないのでだから母名義のカードで。E プラス取り扱ってないけどな、この声。どこから。あ、やばい、主演者。あの、日枝さん、あと説お願いしていい？あ、やったことある。お前説だろ。それさっきじゃん。本日はご来場誠にありがとうございました。お手元のアンケートにご協力くださいと。はい、役者面会は出演者と挨拶したい人は。あ、それ言わなくていい。え、それ客席が役者の知り合いばっかってことみたいで楽しくない？ああ、なんか目指してほしいですよねうちのカンパニーそんな感じですよ。うらやま。私そこ違うと思いますけど。え、友達も見たいって言ってくれないものに価値ありますかね？友達にも信じてもらえないものに。あ、ごめんなさい。なんでもないです。私やります。はい。本日はご来場誠にありがとうございました。これにて馬やかじ主演です。本日はご来場誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場誠にありがとうございました。これにてジョージ浦主演です。お手元のアンケートにご協力くださいますと幸いです。本日はご来場誠にありがとうございました。お気をつけ